昨日二桁安打のロッテ、その前に立ちふさがったのは杉内でした。スライダーに手を焼き、5回までヒット1本に抑えられます。0対0の6回、8番キャッチャーの田村、本拠地の風が後押ししました。自分がびっくりと、プロ3年目で初ホームラン。この回さらに1点を加え、杉内から2点を先制します。1点差に迫られ、8回、2アウト2塁と2人目の大谷がピンチを招きます。一打同点の場面にもマスクをかぶる田村は冷静でした。今度は坂本を刺し、肩でチームを助けました。田村の活躍でロッテが今日も勝ち、4カードぶりの勝ち越しです。ロッテの伊藤監督は普段は田村に辛口ですが、今日はまさかホームランを打つとは、8回もしっかりキャッチャーの仕事をしてくれたと珍しく褒めています。